可愛いでしょ。聞いてるからいいんじゃないかな。もう飲むのに慣れちゃって、水を用意するのも面倒なんですよ。ピンクの方は痛み止め、白い方はピンクの副作用を止めるやつ。体がね、たまーに痛むの。リンゴ落としたのはそのせいだから、それを抑えるための薬。ごめんね、時間取っちゃって。もう少ししたら落ち着くだろうから。ありがとう。何が？ねえ、リクさん。だいぶ復活してきたよ。いい感じ。それも大丈夫。ご心配おかけしました。ところでリクさん、旅人さんなんだよね。今の何もしてない時間、ずっと考えてたんだけど、どうして旅をしてるの？自分探しとか？別れになったお母さんを探して三千里歩くとか。じゃあお兄ちゃんと一緒に脱獄して逃亡生活中。じゃあなんで旅をしてるの？理由は？しないで。人助けの旅？リクさん、そのネタはあんまり受けないと思うよ。面白かったけど、世間受けはどうかな。それで本当の理由は？あー、ごめんごめん、人助けだよね、人助け。うん。
人助けをしているリクさん。そんなことないですよ。ごめんごめん、でもバカにはしてないよ。旅の理由はともかくとして、私のことを助けてくれたのは事実だもん。それに私が落ち着くまでこうやって付き合ってくれてるし、本当にありがとうだよ。さあ案内するよ。待たせてごめんね。大丈夫だって、さっきと違ってもうちゃんと持てるよ。散々甘えちゃったもん。これ以上は。お兄さんってなんかあんまりそんな気しないな。なんか精神年齢が幼そう。冗談だよ。それじゃあ最後まで甘えてもいいですか？了解です。結構いろんな店があるよ。ここに来れば大体のものは揃うかな。今日は日曜日だしね。平日はもうちょっと静かだよ。あ、でも午後はちょっと賑やかかな。学生たちが遊んでるし。うん、日々勉学に励んでおります。遊んだ結果が今のリクさん、立派なニートになっちゃうと。じゃあブー太郎、ちょっと可愛くしてプーさん。じゃあなんて呼べばいいの？旅人っていうのは職業じゃないかなって思ったんですよ。職業欄に書けないでしょ。だよね。でも本当のところリクさんはなんて書くの？少し気になる。あ、普通だ。本当に旅人とか書いてたらどうしようかと思ったよ。いや、だってさすがに時代錯誤と言いますか、ダサいと言いますか。それじゃあ、風来坊さん、一応言っておこうかなと思って。泊まれる場所はここ。とりあえず一番近いビジネスホテル。違うホテルもあるし、お金かけたくないならネットカフェもあるよ。ならよかった。それから不動産屋さんはあそこね。あの緑の屋根の建物。そんな、お礼なんていいよ。私の方が言わなきゃいけない立場なんだし。
うん、こっちからお礼を言うことはよくあるんだけど、逆に言われるのって慣れてないんだ。なんかムズムズするの。リンゴ拾ってくれたり、落ち着くまで一緒にいてくれたり、荷物持ってもらったり、本当にありがとう、リクさん。持ってもらうのはここまででいいってこと。あとは自分で持って帰る。最後までって私の家までってこと？なるほど、そうやって私の家に押しかけて、そのまま専業主婦という名のニートになる作戦だね。まあそれは冗談だけど、本当に大丈夫だよ。ここからだったら自分でも持って帰れるから。もちろん薬が効いてる間は無敵状態。了解です。それじゃね、リクさん。あ、そうそう。私がもっとしっかり投げればよかったよね。お近づきの印。リクさん、この辺で仕事するんでしょ？私もこの近くにはよく来るから、多分また会えるよ。うん、ちょっと傷ついちゃってるのはご愛嬌ってことで。それじゃ、今度こそ帰るよ。じゃあね、リクさん。しちゃったの？ちゃんと持ってなさいって言ったのに。だって風船。あそ
そこまで高いところだと無理ね。新しいのをもらってきましょう。いやー、あれじゃなきゃやだもん。わがまま言わないの。やだー。そんなこと言ったってどうしようもないでしょ。よかったね、風船もらえて。よかった。せっかくもらったんだから、ちゃんと持ってなきゃダメよ。あなたは？ああ、そうですか。いえ、こちらこそご迷惑をおかけしてしまったようで。だって、風船！あそこまで高いところだと無理ね。新しいのをもらってきましょう。いやー、あれじゃなきゃやだもん。わがまま言わないの。やだー。え？いえ、でも。ご迷惑をおかけしました。ほら、お兄ちゃんにお礼は言ったもん。もう一回。ありがとう、お兄ちゃん。お礼とかは